P1127、ケストレルプロトタイプホーカー P11271962 年、ホーカー P1127 よびホーカーシドレー、ケストレル F が1は、後の世界初の実用垂直離着陸機、ホーカーシドレーハリアーにつながる実験機並びに、開発機である。1954年、フランスの技術者、ミシェル・ウィボーは、ブリストル・オライオンターボプロップエンジンを用いて、 エンジン前方に配置した4機の延伸式ブロワーをシャフト駆動し、ブロワーのケーシングごと回転変更させることで垂直離着陸を可能とする対地攻撃機ジロプテールを提案した。フランス政府、航空機メーカーともこの提案に興味を示さなかったため、ビボーは1956年にアメリカが出資する NATO の相互兵器開発計画に提案し、この案が ブリストルエンジン車にもたらされた。ウィボーの提案したエンジン配置はかさばりすぎ、また実用には重すぎたため、ブリストルエンジンのスタンリーフッカーは一体の軸流ファンと可変ノズルを用いた BE48 エンジンを設計、さらに1957年半ばには同社のオーヒュースの前段にオリンパスを組み合わせ、前段からの低温排気を 回転可能なパイプで水力を変更できるようにしたエンジンを提案した。この案はホーカーに伝えられ、シドニー・イカムの指導のもとラルフ・フーパーが検討を行ったが、エンジン全体を地面に対し30度傾けても実用とはならないことが判明した。そこで、前段のみならず後段の排気も変更させることが決定され、1958年初頭には、 さらなる推力を得るため2段のファンが追加された。同時に、ジェットエンジンを構成する2つの軸のうち、ファン、低圧圧縮機低圧タービンの軸と、高圧圧縮機高圧タービンの軸とを逆回転させることで、ジャイル効果の低減が図られた。後にペガサスとして知られることになるそのエンジンを、フォーカーは、ナトウの軽戦術支援戦闘機仕様に適合する機体に用いることにした。 当時、イギリスの1957年防衛白書に基づき、防衛費の大幅削減が行われており、ホーカーは商業資本やアメリカによるエンジン開発資金に頼る必要があった。この計画のため、NASA によるラングレー空軍基地でのモデルテストが大規模に行われた。ホーカーのテストパイロットヒューメアウェザーは、NASA の求めに応じてアメリカに赴き、 ベル X-14 を操縦した。1959年3月、ホーカーシドレーの役員会で P1127 プロトタイプ2機の資金が認められた。同年末、英軍受賞との間に P1127 プロトタイプ2機の契約が結ばれた。1962年、ファンボロでの P11273 号機 XP972。 主翼公園に高体格がないのが見て取れる P1127 のプロトタイプ1号機はエンジンの地上試験のため1960年7月に引き渡され10月にはペガサスエンジンが利用可能になった同月中に軽流飛行がまた11月19日には自由飛行によるホバリングが実施されその後最初の広報用写真が公表された プロトタイプ2号機は1961年7月に通常方式での離陸を行った。両機は垂直離陸と通常飛行の狭間を徐々に埋め、1961年9月8日に転換飛行を行った。さらに4機のプロトタイプが発注された。この時期を通じてペガサスエンジンの改良が続けられ、ペガサス3は最大水力15000リッター BF を実現した。 水力以外の点で、当初の4機に大きな違いはないが、5号機では、後のハリアーに見られるものと同様に、垂直尾翼の高さを増すとともに水平尾翼には、下返り図ノが与えられた。4号機は、ホーカーの生産テストパイロットが、P1127 になれるのにも用いられた。航空母艦への最初の垂直着陸は、プロトタイプ1号機が1963年に、 アークロイヤルで言った。P1127 の最終機では、主翼公園に後退核が与えられるとともに、主翼端が滑らかな形状に改められた。XP984 には、最終的に、水力15000リッター BF のペガサス5エンジンが装備され、ケストレルのプロトタイプとして用いられた。最初の3機の P1127 はいずれも失われ、2号機と3号機は、 開発中の事故によるものであった。1号機は1963年にパリ航空省で墜落した。操縦士はいずれの場合も生還した。アメリカ空軍塗装のホーカーシドレー XV-6 アンペアケストレル P1127 の改良型9機が、ケストレル F が一として評価用に発注され、1964年3月7日に初飛行が行われた。ケストレルは、 英語で超現望を意味する。ケストレルの主翼は前後円とも高体格を有し、尾翼は P1127 よりも拡大され、従来より大きい水力15000リッター BF のペガサス5エンジンを用いるため P1127、ケストレルプロトタイプ XP984 と同様に胴体が変更された。この機体にはアメリカ及び 西ドイツが興味を示し、イギリス、アメリカ、西ドイツのテストパイロットからなる参加国、共同評価飛行隊が、ノーフォークのウェストレインハム基地で1964年10月15日に結成された。試験中に1機が失われ、評価は1965年11月に終了した。残った8機の評価機のうちの6機がアメリカに送られ、アメリカ陸軍、海軍、 空軍による XV-6 アンペア、ケストレルとしての評価が行われた。これら3軍による評価の後、NASA に割り当てられた2機の他は、エドワーズ空軍基地で、さらに評価するため機体は空軍に移管された。イギリスに残った2機のうち、1機は、ライベドフォードのブリントランディングエクスペリメンタル、ユニットに配備され、もう1機は、 ペガサス6エンジンへの更新のためブラックバーンへ送られ、機体構造の強化に加えて空気取り入れ口の回収が行われた。P1127 及びケストレル前期は飛行速度がほとんどゼロの際の空気取り入れをスムーズに行うため、取り入れ後編炎が膨張可能であったが、この機構の運用寿命に対する懸念から、通常のサクションリリーフドアに変更された。 この機体が、ハリアーの量産前、プロトタイプとなった。NATO の要求、NBMR-3 が規定していた、垂直離着陸機には、V トール能力に加えて、F-4 ファントム2同様の性能が、期待されていた。これに応えるため、ホーカーは、P1127 の超音速版として、P1150 並びに、P1154 を設計した。 P1154 は、NATO に採用され開発が続けられたが、1965年のプロトタイプ製造の段階で、キャンセルされた。その後、1965年に、イギリス空軍は、P1127 として、ケストリルの単純な改良を検討した。同年末、イギリス空軍は6機の量産前試作 P1127 を発注し、 その1号機は1966年に初飛行した。これらは後に、ハリアーと命名された。P1127 プロトタイプ6機の最終機。後退翼を有する唯一のプロトタイプであり、ペガサス5エンジンを装備したケストレルのプロトタイプとなった視点、名ン初限性能。ありがとうございます。